あれ？私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。やっほー、やっと僕を入れてくれたね。僕たちが昔どこかで会っていたとしても、今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に古い友人たち、みんなお祭りを楽しんでるかい？あ、金融野郎、どうしてここに？リーユエに詩でも読みに来たのか？は？おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。美味しそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの？じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、陳玉先生じゃん。陳玉先生？よーく見たところ、陳玉先生のファンだよね。実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。陳玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。鹿の際なら君の方が一枚上手じゃないか。ふん、つまりこちらは行脇殿の知り合いだったのか。そうなんだ。それに翔も僕のこと知ってるよね。ついこの間話したばっかだし。ああ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから、礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると。噂では気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の吟遊詩人と言っても過言ではないそうだ。なんだか照れちゃうなー。